こんにちは。このビデオではインサイドインターフェースについてご説明いたします。ライノゴールドはライノセラスのジュエリー用プラグインソフトです。ですから通常はライノゴールドの画面で作業を行っていますが、ライノセラスの画面で作業中にも数百種類ものライノゴールドのコマンドを使用することができるのです。これをインサイドインターフェースを使用しての作業と言います。まずはライノセラスのソフトを起動してください。こちらがライノセラスのインターフェースです。そしてこのライノゴールドのタブをクリックすると、このようにライノゴールドコマンドが並んでいます。もちろん普段のライノゴールド起動時と同じように使用することができます。そしてツールバーを表示をクリックするとライノゴールドのツールバーが表示されますので、作業がしやすい場所に移動して配置してあげるといいでしょう。またマネージャー内のブラウザを表示するとさらにライノゴールドに近い感覚で作業が進められるかと思います。これがライノゴールドインサイドインターフェースについてのご説明です。ありがとうございました。